昔だと、可変させたりとか、ちょっと懐かしい話しちゃいますけど、ボヌッチ、ケリーニ、バルザーリの、3バックもいいけど、4バックで行きたいみたいな時に、その3バックを4バックにはめ込んで、ダニー・アウベスをサイドハーフに使って、可変させたりとか、なんかそういう、あの手この手で、マンジュキッチウィングに使ったりとかやってて、素晴らしかったですよね。そういうのやってた監督が、あの頃に比べてタレントいないかっていうと僕はそう思ってないんですよ。いや、おっしゃる通りです。なんでそんなことになったのかなっていうのは、それはね、みんな分かってないですね。私もイタリアのメディアの人間に聞いても、俺にも分かんないって言ったらそういうんで。でもあれですか、イタリアのメディアの人も前に比べてちょっとアレグリがちょっと老害化してる感じは感じてる。老害化っていうか、なんかおかしいよねっていうニュアンスで言ってますよね。いや、俺やっにぱ。も分かんないっていう、僕の知り合いの記者なんかは言ってますから、言い訳、なんか、敗戦の弁がちょっとやばいよねっていう。感じるんです例えね。ば、マッカビハイファに敗れた時は、いや、技術とかメンタルの問題じゃない。パッションだとかって言って、いや、そこっていう。あんたそこ負けちゃいけないとこで、パッションがなかったからだとかで、みたいな。ちょっとメンタルとパッションもちょっと被ってますしね。なんかね、ちょっと、びっくりしましたけどね。まあ、意外とこう、サチ投げちゃうと、そういうこと言っちゃうタイプの監督だから、まあ、本音は言わないのかもしれないですけど、ちょっと記者もアングリだったみたいですけどね。昔だってリヒトシュタイナーがなんかミスして3-0から同点追いつかれてかけた時とかジャケット投げ捨てましたよね。よくやってますね。昨シーズンもあったじゃん。怒って審判に。そうなんですよ。なんつったって、若かりし頃、結婚式の前日に結婚やめたって言ったりするからね。そうだそうだ。規定列すぎますからね。ちょっとだからこういう感じの人なのかもしれないですけどね。笑える冗談、誇れる足跡すら言われ